30年というお仕事のご経験であるとか、はい、まあ、蓄積があったからこそ、はい、まあ、今回そういう挑戦であったりとか、はい、イメージを壊すみたいなことが、うん、あの生きているくるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、もし今回の作品のオファーが20代前半の時とかに来ていたら、はい、どうされていらっしゃったと思いますか？そうですね、まあ、その勇気はなかったと思います。この役をやろうというような気持ちには多分ならなかったと思いますし、まあ、いろんな経験を経て今だからこそっていう部分はすごく大きくて、でだんだんいろんな経験をして、まあ、心臓に毛が生えてきましたので、やっぱりこう人を好きになったりとか恋愛をしたりすることで、仕事に対する考え方とかっていうのが変わったっていうのはすごくありますし、まあ、そういう恋とかっていうものを経験する前は仕事さえあれば生きていけると思ってたので、逆に言えば仕事がなくなったら死ぬと思ってたんですけどでも愛を知ると仕事だけでもないなっていうのはよくわかりましたね、はい、ということはこう全てを投げ打ってもいいみたいな恋愛ってご経験されたことは、はい、まあ、むしろその恋愛をするんだったら全てを投げ打ってもいいやと思えるぐらいじゃないと、もう人を愛せないというか、もうそれは恋愛じゃないなって思うので、まあ、恋をするときはいつもそんな感じですよね。ただ今は娘がいますので、娘以外のものは投げ打ってもいいっていう、そうですね、はい、ことにならないとちょっと恋愛には進まないですね、うん、30周年でしたっけ？30周年だったんです。撮影した時はもう31年目になっちゃったんですけど大ベテラン。今32歳ってことでしょ？今33です。33、はい、それで30周年ですからね。そうですねでも覚えてないでしょ、2歳とか3歳とか、はい、その辺何歳ぐらいから覚えてるんですか？でも3歳ぐらいの断片的な記憶はあるんですよ。覚えてるんですか？その、はい、どういうスタッフの人がいたとか、どういう道を通ってスタジオに行ってたとか、まあ、覚えてるんですけど、具が大きいって言ってたもの、具が大きいはもう結構大きかったんですよ。ちっちゃく見えたんですけど、あれ何歳ですか？あれ8歳か9歳だったので。え、そうなんです、結構大きかったんです。あれ3歳ぐらいじゃなかった？じゃないですよあんなちっちゃくなかったです。あ、そうでした、はい、あ、そう、じゃああれは覚えてるんですね、はい。ちなみにこれはお母さん見てるの？いやいや、まだ見てないと思いますよ。あ、まだ見てないんですか？はい、こういう試写会とかにはまだ読んでないです。読んでない、はい、お母さんにでも見せるでしょ？見せる。まあ見てもらってもいいし、お母さんに。正直どうなんですか？見したいとか見したくない？あ、でも見てもらって、正直な意見は聞きたいっていうのはあります。うん、だって足立さんより先にお母さん寝ちゃったもんね。そうですね。びっくりですよね。まあ、その同じものとして捉えてほしくない。これまでなんか監督さんが、はい、やっぱし演技上手い人は濡れ場も上手いみたいなこと言ってましたね。おっしゃってましたね。それはまあありがたいですけど慣れてるんですか、濡れ場は？いやいやいや、そんなことはないですけど、まあでもね、下手くそに見えたらまあこれ話的に終わりですから。彼はどうなんでしょう、見に来るんですか？彼というのはどの彼ですか？たくさん、たくさん彼、そんなたくさんいるたくさん彼じゃなくて、まあ、全体的にですよね、皆さん、はい、来ていただきます。今一番仲良くされてる男性の方、お願いします。一番仲良くされてる男性、まあ、みんな友達にも来てほしいなと思ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、できるだけたくさんの方に、はい